おはようございます。ただいまご紹介いただきました情報システム研究機構の北川でございます。本日はですね、こういうタイトルで直接そのライフサイエンスの話でなくてですね、恐縮ですけれども、最初にビッグデータに絡めながらデータサイエンスの話をして、残りの時間で、現在我々の情報システム研究機構での取り組みですね、最初に現在の取り組みをやって、その後お話して、その後、来年から始まる法人第3期での計画について少し触れさせていただきたいと思います。それ、この辺よくご承知のことと思いますけれども、情報通信技術、特にセンサー技術の飛躍的発展によってですね、アカデミアのあらゆる領域で大量大規模ヘテロなデータが集積しております。生命科学分野で言えばですね、次世代シーケンサーに代表されるものですけれども、その他マーケティングでも、あるいはファイナンスではハイフリクエンシーディエタって言って、昔は1日に1つぐらいのデータだったのが、今はコンマ何秒のオーダーでデータが集まります。それから環境、防災、気象、それから天文ですね、それから高エネルギー、さらには人文科学でもですね、言語学等でも大量のデータが集まってまいります。で、一つそのデータの特徴として、こちら側によくご存知かと思いますが、横軸に、年を取って、縦軸にログスケールでその量を、あるいは能力を書きますと、よく知られているようにですね、ムーアの法則というので、 ICT の技術、ストレージとか計算速度はログスケールで過去5、60年ほぼ一定のスピードで増え続きましたけれども、このプロダクションと書いてございますけれども、データの生産量はですね、ログスケールで見てもそれを超えるスピードで増大してきているというふうに言われております。で、同じような状況は社会においても進んでおりまして、人間社会のですね、あらゆると言ってもいいような、全ての活動をですね、精細網羅的に記録してデジタル化することによって、もう現在いわゆるビッグデータが出現しつつあります。で、当初はですね、インターネット関係、ネットワーク関係のウェブだとかですね、そういうものがビッグデータの典型だと言われてましたけれども、近年はむしろ家電だとか自動車の間に埋め込まれたそのセンサーからの情報がビッグデータの典型だと言われていて、IoT ですね、インターネットオブスティングという世界がだんだんできてくるというふうに言われております。で、その他いろんな商店だとか株等の取引のデータもありますし、画像、音声はもちろん、それからいろんなログデータというものが出てきております。で、それらの活用法としてもいろんなものがすでに考えられていて、マーケティング関係ですと、予測だったり市場予測、あるいは顧客の行動を判断して適当な対応をするとか、オンラインショッピング、それからデータ駆動型の産業、いろいろ生まれつつあります。それから皆様にも関連した医療関係、それから社会のスマート化、社会インフラですね、インフラのスマート化とか、そういう防犯に関連する応用とか、それからエビデンスベースポリシーメイティングというのも必要になっておりますし、それからデータジャーナリズムというものも生まれつつある現状でございます。で、ここで浜口理事長の話にもボリュームというのがありましたけれども、そこのボリューム感が従来と極めて違うというところをちょっと書いてございますけれども、産業革命以来ですね、いろんなものが爆発的に増加してきたと言われております。で、しかしながら、例えば速度で見ますとですね、鉄道が1930年代がもうすでに130キロぐらい出ていたのが、現在、せいぜい300数十キロとか、リニアが出て500キロぐらい、
せいぜい7、80年で3倍4倍ぐらいの世界であります。それから飛行機もすでに1930年代が160キロ、それが現在、まあ、コンコルドを除いてですね、せいぜい音速以下ということで、これも6、7倍程度であります。それから、まあ、人口も爆発したと言われてますけれども、まあそれまでの1000年2000年というのはこう増えたり減ったりの状況を繰り返してたわけですけれども、日本は1900年から約100年間でですね、3倍程度増えている。それから世界でも200年間で10億から60億ぐらい、6倍程度に増えているというところであります。それから日本の GDP は非常に増えましたけれども、まあ、それでも50年で、8倍ぐらいですかというところであります。でその一方、この情報の世界というのは、先ほどムーアの法則をお話ししましたけれども、ムーアの法則というのは1960年頃だと思いますが、まあ、その頃の ICT の技術、特にストレージの増え方の経験則であります。物理法則ではなくて、でそれがなぜかですね、この過去60年ぐらい非常によく当てはまってきております。でこれは物理的に支配されたというよりはですね、まあ、こういう法則があると、まあ、企業の方がそれに向けて計画を立てて、そちらがむしろドライブしてこういう形で進歩してきたというふうにも言われております。でこれは 1.5 年で約2倍になるという経験則でありますけれども、ということは5年で10倍、10年で100倍になります。したがって50年間では、確か100億ですね、100億倍になると、まあ、そういうスピードで増えてきておるわけであります。で先ほどお話したように、デジタルデータの増え方っていうのは実はそれをさらに上回る勢いで近年増えていると、まあ、そういう非常に従来の爆発とは違った形の情報爆発が起きている、そういう時代になっているというふうに考えております。で次がこのビッグデータの背景と書いてますが、背景っていうか、まあ並行して起こっていることと言った方がいいかと思いますけれども、それは科学の一つは研究の対象であります。で特に19世紀ぐらいまでの科学の対象のイメージというのは、まあ、物理世界であります。でそれがまあ20世紀になってですね、だんだん生命科学が発展し、さらに経済学等の心理学等の人間社会科学の分野が発展し、さらに現在では CPS サイバーフィジカルシステムと呼びますけれども、まあ、仮想空間と現実空間がまあこうコンバインしたようなシステムが、そこまでも考えるような時代になってきております。でこれに密接に関連してですね、従来の真理を探求するという科学、認識の科学、まあ、これは現在でも科学の王道だと思いますけれども、そこから我々が関心を持つもののですね、予測だとかシミュレーション、あるいは知識創出、それから意思決定、そういうことを行う設計の科学へ、まあ、シフトというか拡大してきたというふうに言われております。これは設計の科学というのは日本学術会議で提案した言葉でございますけれども、でそれに伴ってですね、重要なことはモデルの概念が非常に変わってきたというところであります。で従来はその認識の科学におけるモデルというのはですね、真の構造を表すもの、あるいはそれを非常によく近似したものであって、その我々が考えたモデルが正しいものかどうか、あるいは未知のパラメータを推定する、まあ、そういう問題があったわけですけれども、この設計の科学においてはですね、むしろ予測だとか制御、あるいは意思決定のために、我々が目的に応じて積極的にモデルを構築していくという、そういうトゥルーのものが一つあるというものではないという変化があります。でそれからもう一つですね、社会の方ではこの間そのものづくりからだんだんサービスの方へシフトしてきたというところがあります。で特に20世紀の産業を考えてみますとですね、やはりと
代表特徴的な言葉としては大量生産、大量消費だったと思いますけれども、現在はむしろそこからサービスの時代になって、むしろ少量多品種の生産になってきております。でそこではですね、従来のサイエンスで研究をして一般的な知識を得て、定理だとか方程式を得てですね、それを応用する、産業に応用するという典型的なあり方からですね、むしろ知識だけではなくて、いろんな個別の情報を積極的に取り込んで、それによってこう個別のニーズに対応していこうという形に変化してきております。でそういう背景のもとにですね、よくご存知かと思うんですが、ドラッカーという経営学の有名な人がいて、1993年に、ポスト資本主義社会という本を書いております。でその中でですね、歴史の転換点ということを言ってますけれども、こう人類社会にはですね、数百年に一度極めて大きな転換点があると。で、その時にはですね、世界観が変わり、価値観が変わり、社会構造も変わって、技術も芸術も全て変わっていく、そういう世の中になっていくと言っております。でさらにですね、その転換が2010年から20年頃まで続くだろうというふうな予言をしていて、彼の言葉によればですね、今まさにその転換が完成しつつある時期であるというふうに考えることもできるかと思います。でこの上の図ですけど、これは有名な図で ご存知の方もあるかと思うんですけれども、1830年にですね、ボルティモア・オハイオ鉄道、その頃アメリカの鉄道ができたんですが、その時にですね、馬車と蒸気機関車の競争が行われました。でその時はほぼ引き分けだったんですけど、でこれは産業革蒸気機関が18世紀に発明されてですね、産業革命が起こって工業化し、産業革命がほぼ完成した時期の象徴的な出来事であったと言われています。で要するに機械がですね、肉体なんていうかパワーで動物とか生物にこう追いついたちょうどその時期だったわけです。でそういう観点で見ると、最近マスコミでよく取り上げられてるんでご存知だと思いますけど、電脳戦というのがあってですね、コンピューター将棋が棋士と対戦して、近年非常に善戦していると。例えば年によっては3勝2敗とか1敗1引き分けとかですね、そのくらいで勝ったりしております。でこれはまさにですね、経験と勘に基づの権化というか考えられるプロ棋士に対してですね、データ分析を使ったコンピューター将棋が肉薄してきたという典型だと言えるかと思います。でそういう意味でですね、今まさにこのマシンによる知的知識労働というのがだんだん人間に追いついてきた、そういう時代にあって、まさに変わろうとしている時期だろうと思います。でそういう意味でですね、この専門家の経験と勘というのをちょっと書いてみたんですが、我々科学の歴史、私統計出身なんですけど、統計なんかですね、常にそれを目指してやってきたんですね。その分野の最も優れた人ができることをほぼ自動的にマシンでできるようにするというのが統計的手続きだと考えてきました。でそういうふうに非常に昔から考えると、先生術が航海術から、天文学とか九面三角形っていうのが出たし、錬金術っていうのが、それは自体は嘘っぱちだったかもしれないけど、化学ができたり、それからものづくりでそれまで の鉄刀を作る匠の技っていうのが製鉄業になってきたりとかですね、戦後天気予報、経済予報予測とか、それからマネージングマーケティング、リスク管理、ファイナンス、それまでのいわゆるプロが勘でやってたことがですね、プロとか経営者がだんだん機械、科学的にできるようになってきて、我々最近になってはですね、その科学的発見自体を科学的にやろうと、発見科学という方法もありますし、近年ではサービス
科学というのがいろんなところで言われているようになっております。で、イワン・エアーズという人のこう訳本があります。でその数学が戦略を決める。でこう現代見るとですね、 Why thinking by numbers って書いてあるから、これ数学っていうのはちょっと適当じゃなくて本当は数字かデータだと思うんですね。データが大事だと私は解釈してますけれども、まあそれはともかく、データ分析が専門家の経験と勘を凌駕しつつあるというところをですね、いろんな身近な例、例えばワインのヴィンテージ評価、それからできる前にワインが出荷される前に大体もう評価ができるという話、それから野球のスカウティング、まあ、この辺映画でなんかでもご存知かと思いますけど、まあ、いろんな例を取り上げて、まあ、そういうことが実際に起こりつつある、データ分析の威力が発揮されているというところであります。でそういうこともあってですね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、我々としてはやがてデータ中心化の社会が出現し、まあ、怒られるかもしれませんけど、全ての研究はやがてデータサイエンス化していくというふうに、そういう側面があるというふうに考えております。でちょっとこの辺簡単にしておきますけれども、まあ、海外でもいろいろ動きがございましてですね、データサイエンスの動き自体はかなり古くからありますけれども、まあ、1999年頃から e サイエンスというのが提案され、さらにヨーロッパはですね FP7 に行って、現在ホライゾン2020という形でビッグデータの活用の推進が行われております。それからアメリカの方ではですね、2004年頃から最初ラージデータといって、それから、まあ、サイバーイナブルディスカバリー&イノベーション CDI とか CPS とか言われていて、それからマトリアルの分野でも始まっています。それでよくご承知のように2012年ですか、オバマイニシアティブとも言われてますけれども、ビッグデータの研究プログラムが走っているというところであります。で我が国の方で言いますとですね、ちょっと僭越な冬季校が2004年にできまして、その後2006年から科研費の情報爆発が始まり、それから2007年から経産省の情報大公開プロジェクトが始まり、近年いろいろな先駆けとか JST 関係があります。それから、まだ確定してませんけれども、来年から AIP といってですね、人工知能ビッグデータ IoT サイバーセキュリティ の、 統合的な国家プロジェクトが始まるだろうというふうに考えられております。でそういう意味でですね、ビッグデータっていうのがだんだん重要になってきて、まあ、私統計学者の立場から言うと、19世紀までの統計学っていうのは当時のビッグデータを使って大量データを使ってですね、法則を定立するっていうのが目的とされています。ある意味で大量データの利用だ。それが20世紀になってフィッシャーに代表されるようにですね、むしろ少数のデータをちゃんとデザインすることによって精密な推論をしようという流れになる。ところがこの現在になって21世紀になって、むしろこうビッグデータの方に回帰しているという状況になっているかと思います。しかしですね、やはり統計の人間ではよく知られた例があって、1936年、これは大恐慌の後ですけれども、大統領選挙がありました。でその時からアメリカはもう世論調査、選挙予測が行われていたわけですが、リテラリーダイジェストという、まあ、文芸のダイジェストを出すような会社ですけれども、選挙予測やりました。で実に今では考えられない230万人のサンプルを取って予測してですね、この時ランドンという共和党の候補者が 57% 取って大統領になると予測しました。でそれに対してですね、アメリカンインスティテュートオブパブリックオピニオン、アメリカ世論調査研究所ですね、でその1年後ぐらいにギャラップという有名な会社になりますけれども、そこはわずか3000のサンプルで予測して、ルーズベルトが勝つと予測しました。で結果はですね、ルーズベルトがさらに 60% 取って、選挙人の数ではですね、実に523人を取って圧勝したわけですけれども、この
わずか3000票のサンプルでの調査がですね、230万の当時の超ビッグデータですよね、をよりも勝ったということで、今ではもう原因は完全に分かっておりまして、調査に偏りがあった。それに対してギャラップの方はですね、今でいうところの総価抽出を行ってやったと。で、3000サンプルっていうのは当然限度があるわけですけれども、大体精度っていうのはそのサンプル数のルート分の1ぐらいですから、1-2%ぐらいの誤差はあるわけですけれども、実はそれ以上の精度っていうのは何の意味もなかったわけですね、他の不確定性に比べて、ということであります。で、結局ですね、まあ、これも関連してビッグデータを単にビッグだからといって特定のモデルの推定精度に使うなどというのは、もう あまりにもコストパフォーマンスが悪いというところで、むしろ複雑なビッグデータの特徴というのは大量というよりも複雑大規模というところにあるので、そこの間の関係を見つけるとか、あるいは個性を持ったそれぞれに対する個別化を実現するとか、あるいはレアイベントですね、ロングテールとかファッツテールと言われますが、その現象を見つけることによって何か新しいことをやり出そう、まあ、そういうふうなところに使うべきだというふうに言われております。で、まあ、ほぼ同じことを繰り返してますけれども、よく言われているようにビッグデータには非常に大きな価値や知識が含まれているけれども、非常に価値密度は低いし、で多くは構造化されてないし、で不均一でスパースで大量のようであるけれども、実際はスパースであるというところであります。でそういう意味でですね、やはりビッグデータの時代になったら、ビッグデータのための方法論というのは今後開発していかないといけないというところであります。で次のこの図っていうのは、まあこれ20世紀のサイエンスのイメージで、演繹的な方法、機能的な方法といって、まあ普通理論科学と実験科学、まあこれを車の両輪にしてサイエンスはドライブされてきたと言われてますが、ご承知のように20世紀の後半にですね、シミュレーションを使った計算科学が非常に発達してですね、これはすでにいろんなところで実用化されております。で特に流体の計算ですね、車の車体の形とか飛行機の形なんか、昔の風洞実験だけじゃなくてですね、計算シミュレーションである程度できるし、まあ、おそらく創薬なんかでもシミュレーションを使うということが行われているんじゃないか、ある程度も目星をつけるというところには非常に有効だと言われています。そして現在ですね、このビッグデータの登場によって、この4つ目の第4の科学としてのデータ科学、あるいはデータ中心科学を推進していく時期になっているというふうに考えます。でこの右側の2つで、これは計算機が可能にする方法ということで、その演繹的な方法が計算科学であり、まあ、データ機能的なものがデータ科学であるというふうに考えていただければと思います。ただそれに伴っていろんな課題が生じます。一つは比較的その数的な話ですけれども、次元の呪い、あるいはよく新 NP 問題でよくご存知かと思いますけど、一番単純な回帰モデルのイメージで言いましてもですね、まあ、単にデータが増えるなら、あそこの A って書いた縦長のマトリックスが非常に縦長な、でそれの計算法っていうのは非常にあるしですね、統計的に言えばデータが大きければ多いほど精度は上がるんで、それは楽な話なんですが、今問題になるのはですね、その自然変数が非常に増えて、それに対して観測数が見合っただけに増やせないということで、いわゆる横長になってくるということで、通常の方法では直接的な方法では解けないというのは明らかで、そこでいろんな方法が開発されてきております。まあ、典型的にはベイズモデルでございます。それからビッグデータはですね、単に認識するだけではなくて、それに対して予測したりシミュレーションして、最終的には意思決定をする、その時に理算的な最適化というのが古いに使われるようになりますけれども、これも次元の呪いの被害を受けております。でこのルービックキューブみたいな簡単なものでもですね、10の20乗ぐらいの可能性があると言われています。で将棋、今ある程度
実用化されてきた将棋が10の150乗ぐらい、それに対して、まあ、囲碁に関は10の300乗ぐらい、365乗ぐらいと言われております。それが一つで、もう一つはですね、この第4の科学実現していくにあたって、いろんな違った種類の情報を統合していくというのがいろんな形で出てきて、重要な問題というところことがあります。それは一つはですね、普遍的な知識と個別的な情報を統合するという、あとでちょっとお話しますが、それからシミュレーションモデルとデータを統合するとか、それから予測分布とデータを統合する、そういう形で、まあ、いろんな問題に応じてですね、いろんな形で問題がありますが、大体この情報統合という形でくくることができます。で、最初に医療でもですね、個別化医療とかありますけれども、まあ、個別化っていうのがこの21世紀パーソナライゼーションですね、一つの重要なキーワードになってますが、まあ、これは統計っていうのは機能的方法でですね、我々が観測できる個々の具体的なデータ事実から一般的な知識を取り出そうという、その方法であります。で、これはですね、論理的にはこの機能というのは非常に難しい話であってですね、数学と違うわけですね。で、そこで統計がやったのはですね、全体を集団として捉えることによって、反感を行って何らかの意味での本質を捉えるということをこれまでやってきました。で、こういうものをですね、集団から出てきたものと見る見方っていうのは、この20世紀の大量生産大量消費の世の中には非常に合っていたんだと思います、効率化に。で、しかしながら何回も言っているように、21世紀というのは個の時代であります。で、個別対応というのが必要であって、今までと違った形での統計が必要になってきているということであります。で、次の、これはイメージで書いてますけど、左側のこういう分布に対してですね、まあ、最初は例えば平均と分散で解析するというのは、この分布を正規分布で近似するということとある意味で同じでございますけれども、まあ、もっと別な分布を使ってもですね、分布として捉えて、そこから出てくる患者さんは例えばそこの代表としてこう生まれている、その全体を考えるというところが多かったかと思うんですけれども、まあ、今後のパーソナライゼーションを実現していくにはですね、この分布を構成する一つ一つの粒子を考えていくというところが必要になってくるかと思います。で、それをうまくこうクラシフィケーションすることによってですね、今まで単一の集団として考えていたものよりははるかにいいことができるようになるだろうというところで、いわゆるサービスの個別化ですね、それで、まあ、個別化医療、オーダーメイド医療とに限ら医療に限らずですね、教育でもそうですし、まあ、ロジスティックというかマーケティング、それからいろんな情報提供はすでに行われてますけれども、まあ、そういうことに使われていくというふうに考えております。それからもう一つはですね、データ同化と言われてますが、これはモデルとデータの統合であります。で、データ同化っていうのは気象学、海洋学で発達してきたものですけれども、これは通常最近気象のシミュレーションって非常に良くなって天気予報を当たるようになってますけれども、まあ、第一原理的なモデルで立ててですね、それをスパコンで解いていくというところですけれども、まあ、それで完全かというともちろんそうではなくて、いろんな不確定性があります。で、使っているモデルの中のいろんな自然係数等の誤差もありますし、初期条件あるいは境界条件、その後突発的に起こったものとか、いろんな不安定要素があって、それがシミュレーションの限界を構成します。で、そこでデータどこで行われるのはですね、気象とか衛星とか地上の観測点から得られる大量のデータを使って、大量といっても実は完全にスパースですけれども、それを使ってシミュレーション自体を改良していく、モデル自体を改良していくという方法であります。
で、これも非常に今後有力な方法でいろんな分野での応用ができるようになっております。それからモデルがですね、推定すべきものから構築すべきものに変わってきたというお話をしましたけれども、従来理論から第一原理で、モデルが構築するにはこう得られてたわけですけど、統計的モデルというのはですね、さらに経験的知識や今もらったモデルを使って構築して、それを使っていろんな発見を行ったり予測したりシミュレーションやったり意思決定をやるということですけれども、実は新しい知識が得られればですね、こちらに当然フィードバックできるわけで、これは一方的な図ではなくて、実際はこれによって知識発展のスパイラルが構築する。データを使って我々の知識を改善し、改善することによって新しい知識がまた得られる。場合によってはデータ自体をデザインすることもできるということで、こういうスパイラルが、知識発展のスパイラルが自然にできるというところであります。で、ここはちょっと細かい話が書いてますが、これは時系列のフィルタリングがその典型でありまして、予測と呼ばれるものとフィルタリング、これを交互に使うことによって、非常に効率的にですね、通常の、最小次要法とか最有法が N の3乗の N キュービックの計算量必要ですけれども、これが N のオーダーの計算でできるというようなこともあります。で、こういうことでですね、いろんなベイズモデル、粒子フィルター、個別化の技術、データ同化、それから次元圧縮でラストとかありますけれども、そういう生息化、それからデータをの前処理の段で外処理とか外装とか保管の問題ありますけど、こういったものって大体2つの情報を統合することによってより良い知識とか情報を得るという構造になっております。で、実はこれがですね、大体の場合ですね、ベイズモデルという形で定式されます。で、ご承知の方は多いかと思いますけれども、このベイズっていう人は18世紀の人でありました。よく知られておりましたけれどもですね、ごく近年まで、異端とされて、この方法は異端とされてきたわけですけれども、それはその事前分布を使うということの問題とかですね、それをどうやって決めるかということ、それからそもそも計算がほとんどできないという困難がありましたけれども、近年ですね、この認識科学から設計科学に変わって、モデルにこう分布を考えるということが許されるよ。それから方法論上もですね、事前分布をある程度客観的に決めることができるような。それから計算上に著しい発展。それから計算機とそれからアルゴリズムの両方の発展があります。MCMC とか、それから時系列で言うと MCF と言われる、粒子フィルターですね。それで、さまざまな応用が出てきて、このベイズモデルっていうのが非常に脚光を浴びているところであります。で、そういうこともあってですね、時間もだいぶなくなってきておりますが、データ中心科学をこれ実際にやっていくときにどういう要素技術が必要であるか、これ例えば学術会議の提言の中に3つ書いてあります。で、一つは当然ながらビッグデータの処理技術、並列計算とかストリーミングとかありますけれども、それからデータの可視化、これも大事です。これは膨大な高次元データを、その計算結果をですね、人間が把握できるようにするための技術。それからデータ解析、ビッグデータからの深い知識獲得のための方法。で、いろんな方法があるというところです。で、これに関してはですね、どういうそのビッグデータ解析、一番上の部分についてどういうものが必要かって、これはマッキンゼーグローバルインスティテュートのレポートとよく知られたものがあって、そこの中に詳しく書いてございます。ということでですね、第4の科学が必要で、それに伴っていろんな今後発展が必要だと、もうちょっとあるんですけどすみません、これからですね、残りの時間であんまりありませんけど、情報システム研究機構での取り組みをお話していきたいと思います。で、まず最初は現在やっていること、この図、次の図ですね、学術会議のマスタープランの時の図なんですけれども、
いろんな分野で大量のデータが出てきている。でライフサイエンスももちろんその一つですけれども、他にもいっぱいある。でそれをですね、ある意味全部統一的にやるわけにいかないんですけれども、まあ、それのための基盤を構築しようという。そのためにはまずデータ共有の基盤が大事、それからデータベースからの知識獲得の基盤が必要で、さらにそれらを推進する人材育成が必要だということで、この三位一体の推進基盤構築をするというイメージでやってまいりました。この辺ちょっと飛ばしまして、で具体的にはですね、我々の気候遺伝圏、極地圏というのがあって、生命地球があります。それから情報圏、統数圏で、まあ、人間社会のデータがあります。でもちろんその他にもいくらでもあるということで、こう3つ立って、それに対してはデータ基盤、モデリング解析基盤、人材育成をやっていこうと。でもちろんこの分野によってですね、共通の部分と個別の部分があって、そこをうまく使い分けながらやっていこうというところであります。で、簡単にします。生命科学は DBCLS を代表にしたものでございます。それから地球科学、人間社会、それぞれで、まあ、データベースの共有化の事業をやっていきつつある。モデリングでもですね、解析基盤としても、先ほどお話したような方法の提供する基盤を作ろうというところで、先ほどのデータ同化の繰り返しですが、例えばここだけちょっとライフ系です。先ほど画像の利用という話ありましたけれども、これは線虫の細胞分裂のところですね、モデルを使って同時に画像のデータをデータ統合してデータ同化することによって、非常にその特定の細胞に合ったシミュレーションを実現できて、パラメータを推定することができるというようなこともやっております。それから人材育成、これはですね、学術会議でやってますけれども、要素技術としては先ほどお話したようなものですけれども、データサイエンティストとしてはですね、それだけじゃ全くダメで、その問題の本質を把握して、定式化して、必要なデータを取得して、まあ、その必要チームを構成して、さらに問題解決し実装していくという、その全過程に関与する必要があるということでですね、そういう例に適した人材を育成していく必要があるということで、いわゆる T 型パイ型ですね、方法論と領域研究、両方に知識を持った人材を今後作っていかないといけないというふうに考えております。まあ、そのための育成方法なんかも考えられております。それから、それを使ってですね、冬季校では新領域融合研究センターというところで、それまでの個別の分野ではできなかったような新しい領域を作る研究も行われておりますが、ちょっと飛ばしておきます。で最後に数枚、来年度以降の計画でありますけれども、これはですね、法人化によってですね、それぞれの遺伝圏、極地圏、統数圏、情報圏と、それぞれで共同利用をやってたわけですけれども、それだけではなくてですね、新しい分野を作るというミッションが生まれて、例えば新領域融合研究センターを作ってまいりました。ところが法人第3期に向けてですね、研究環境基盤部会というところで、今後は大学の機能強化に直接貢献するような活動をですね、自分の遺伝とか極地だけではなくて、こう広く貢献するところもやりなさいというところであります。それで法人第一期ではですね、DBCLS と診療機融合センターを作ってきました。で現在はそれを発展させて、データ中心科学リサーチコモンズ事業というのをやってますけれども、来年度からは計画ですけれども、データサイエンス共同利用基盤施設というところものを作って、その中でデータサイエンス、データの共有支援、データ解析支援、人材育成の支援をやっていく。さらに戦略的プログラムをいくつかやるという構造を考えております。まあ、そういう意味でですね、従来のそれぞれの研究所がやっていた共同研究に加えて、ここで大学全体向けの他の分野も、例えばマトリアルに関しても支援していこうというようなイメージであります。で、例えば現在の DBCLS がどうなるかですが、もちろんそのままですね、移行というよりも強化する形で、このライフサイエンス分野のデータベースにあるし、現在のパンジーデータセンターという極地圏のものを
強化して地球環境のデータ科学センターを作りたいと、まあ、そういう、それからオープンリサーチデータですね、まあ、これは情報研中心にですね、データオープン化の取り組みが行われてますけれども、まあ、それを発展させていろんな支援をやっていこう、それから解析の方もやるというところであります。まあ、大体ちょっと時間になりましたので以上でございます。